1950年代にマジック・マジャールと呼ばれた、ハンガリー代表の一員であり、黒票の異名で呼ばれた。グロシチは、ブダペスト近郊の小さな炭鉱労働者の町で生まれた。家族は、キリスト教の信仰心が厚く、母親は彼をカトリックの司祭にする意向を持っていたという。15歳の時に、地元のサッカークラブのドロギ・バーニャースでサッカーを始めるが、 第二次世界大戦の影響により、12歳から21歳までの多くのハンガリー人男性と共に、オーストリアへと徴用され戦争終結までプレーの機会を失った。戦後、ドロギバーニャースからマタスブダペストを経て、1950年にブダペスト本米度へ移籍すると、フェレンツプスカシュラと共に、数多くのタイトル獲得に貢献した。 ハンガリー代表としては1947年8月20日に行われたアルバニア代表戦でデビューし、1952年ヘルシンキオリンピックでは金メダルを獲得。1954年にスイスで開催された 1954FIFA ワールドカップでは準優勝に貢献した。1956年のハンガリー動乱後も国内に泊まり、 1958年にスウェーデンで開催された 1958FIFA フフワールドカップ。1962年にチリで開催された 1962FIFA フフワールドカップに出場するなど国際 A マッチ86試合に出場した。その一方で、私生活では1949年にスパイ容疑と反逆罪の容疑で自宅に軟禁状態に置かれた。 結果的に証拠不十分で不起訴となったものの、ハンガリー代表からは2年間の出場停止処分を受け、1年後に復帰を許されたものの継続的に秘密警察の監視下に置かれていた。1956年にハンガリー動乱が発生した際には、本米どの選手として南アメリカ遠征に参加しており、プスカシをはじめ一部の選手と同様に国外へ亡命するものと、 考えられたが、国内に泊まると本米度から、鉱山労働者の町のクラブである、タタバーニャ BSC へと移籍をさせられた。選手経歴の晩年には、フェレンツバーロシ TC への移籍を希望したが、共産党政権からの許可は下りず、1962年に、現役を引退した。引退後は1960年代に、 国内のサッカークラブやクエイト代表の監督を務め、その後は、ボラーニ SC の会長を務めた。また、1989年に、共産党政権が一党独裁体制を放棄して、民主化し、複数政党体制へ移行すると、グロッシチは、ハンガリー民主フォーラムの候補として、選挙に出馬したが落選した。 2008年3月25日、選手時代に移籍することが叶なわなかった、フェレンツバーロシュ TC の計らいにより、シェフィールドユナイテッド FC との親善試合に、選手として招待された。グロッシチは、現役時代と同様に黒色のユニフォームを身に、付け試合に出場すると、わずかの時間プレーをした。ブザーンスキー NA と共にマジックマジャールの行き商人の一人だったが、 晩年は肺病を患い、2014年6月13日に亡くなった。晩年のグロシチ・グロシチは鋭敏な反射神経を備えており、クロスボールに強く安定したセービングが持ち味のキーパーであったが、足元のテクニックもあり、浅いディフェンスラインを敷くことが特徴のハンガリー代表の中では、ペナルティエリアを越えてスイーパーの役割を果たすなど重要な役割を担った。 こうしたプレイスタイルから革新的なキーパーとみなされているが、グロシチ自身は先駆者という立場を否定しつつも、もう一人のディフェンダーの役割を果たしていたことについては認めている。グロシチはペナルティーエリアを飛び出すプレイスタイルの実践のためには、状況判断力や決断力、守備陣との綿密な連携が必要であると指摘しているが、その一方で、 危機的な状況に迫られない限りはリスクを避け、飛び出しを行うべきではないと指摘している。ニックネームの黒表は黒色のユニフォームを身につけていたことや猫のように俊敏な動作が特徴だったことに由来する。キーパーが黒色のユニフォームを着用するスタイルは、後に黒くも世界最高のキーパーと呼ばれるソビエト連邦のレフ野心に引き継がれた。ありがとうございます。